宮武一恵一は、日本の柔道家。少年時代より学んだ無双流柔術を礎に、第二本部徳会や、講道館で柔道を本格的に修行した。郷里の香川県に帰ってからは、全日本選手権大会に出場する傍らで、学生や警察、一般の柔道を愛好家など分け隔てなく多くの、後進の指導にあたり、同県下における指導の普及と発展に、 多大な功績を挙げた。香川県柔道連盟初代会長。1882年、父、宮武波次郎と、母、安の間の長男として、香川県綾歌郡飯野村鍋谷で生まれた。父の波次郎は、無双流2代目、中条勝次郎清靖氏の門下であり、千田健次郎、綾野紀一、福井敏吉とともに、 無造流の四天皇と称される。柔術の腕前であった。一慶一は、十三歳の頃より父が経営する鍋谷道場で柔術を仕込まれた。身長百六十八センチメートル、体重七十キログラムの体育は、当時でも小さくはなかったが、顔色一つ変えずに、重さ約百キログラムの力士を持ち上げたという逸話が残っている。十六歳になると、高松に出て。 無双流の欠物松井三蔵の下で一層修行に励みこの時の弟弟子には3歳年下の丘の幸太郎らがいたこのほかたどつの吉田貞司や山本和五郎の道場でも汗を流している宮武は当初は柔道の専門家になろうという意思はなかったがその技がますますさを見せると1903年には目録免許会伝地元では 修行にならぬと京都の大日本武徳会の柔道講師講習生として磯貝はじめ長岡周一佐村貝二郎ら後に行動官10段に列せられる大親たちに指示したこの頃には深夜の吉田山で磯貝はじめとともに松の大木に向かって一人打ち込みをした逸話が残っている大日本武徳会の初段であった1910年12月には恩師 長岡の推薦により上京して、行動館へ入門、無造流譲りの寝技に加え、立っては払い腰や、内股、しずり込み足、払い釣り込み足に妙を得ていた。1911年12月に二段、翌12年には第二本部特会の精錬賞と、行動館の三段位を許された。この頃の行動館三段位は、全国的に見ても希少であり、立派に、 柔道教師が務まったという宮武はこの在京時代の3年間行動間の紅白試合と月次試合大日本武徳会の武徳祭には欠かさず出場して活躍し後に試合の思い出というものは大して記憶に残っていないと前置きしつつも相手が誰であっても別に負ける気はしなかった割合淡々たる気持ちで試合に出ることができたと述べている 1911年に、郷里の飯野村に帰った宮武は、第二本部特会香川県支部主任教授や香川県警察部司班、旧正高松中学校、香川県主班学校、高松商業学校、県立工芸学校、旧正高松第一中学校にて、柔道教師を務め、1944年まで、約30年間にわたりこの多忙な指導者生活を続けて、 数多の門人を輩出した。島と敷地。村井新一に、一九百三十二年の全日本選手権を獲得する。吉本貫次を加えた。三人が宮武門のサン三羽鳥として有名であるが、この他にも、柏原周一、長宗我部聖、三好明、生駒正直、岩崎正義ら。早々たる顔ぶれがあった。旧正高松中学校では、門生たちがむっつりとした。 静かな表情に、不正愛を包みどっしりと構える宮武を、お父さんと呼びしたっていたという。またこの間、宮武は、香川武則殿の建設に奔走したりもしていた。1914年4月の香川県柔道、友団社会の発足にあたっては、加納次五郎行動館長や長岡周一ら、柔道界の重鎮の三席の下で盛大に、八戒式を取り行った。 この遊団社会は、戦後に香川県柔道連盟となり、宮武は初代会長を務めた。またこの年、青少年育成の場として高松市兵庫町に修道館道場を開設している。このほか、1921年に高道館が主催して、柔術各流派の形の演舞会が開催された際には、無造流代表として、これを演じ名声を博した。 1924年には1月に、行動館から5段くらい、半年後の7月に第2本部特会から、教師号をそれぞれ排除している。また四国四県による、柔道連盟の結成を提唱して1932年9月に、実現するまで奔走し、以後は、毎年の体験対抗試合を開催、会長は、行進に委ねて、自身は最高顧問に就任するなど、香川のみならず、 四国柔道会の振興に尽力した宮武が生涯の多くを過ごした高松の現在宮武の現役時代は柔道大会自体が決して多くはなかったがそれでも戦術の通り行動感覚主体構図愛のほか大日本武徳会の武徳祭には1904年から1944年まで毎年欠かさず出場した1928年11月に。 昭和天皇即位の礼を記念し、五体礼法宿演舞大会が催された際には、名誉ある指定選手として選ばれ、また1932年11月には、第3回全日本選手権大会の専門青年後期の部にも出場、福井の第5、森岡梅吉四段との激闘の末に決着がつかず、抽選で敗れたものの、香川県柔道会の第一人者としての有名を、 全国に轟かせた1945年5月に大日本部特会の柔道半身王1958年5月には行動館より球団くらいを受けている1972年に89歳で他界するまで70年近くもの長きにわたり喧嘩で柔道家たちの指導に当たった宮武田がとりわけ旧正高松中学校が3度の 全国制覇を成し遂げたことと、高松青年団が全国優勝したことは特筆される。宮武が本県の柔道家の人たちは、いわば皆、私の可愛い弟子たち。と実戒していた通り、大正昭和という時代を通じ、香川県で柔らの道を志したもので、宮武の世話にならなかった者は誰一人いなかったという。こうした功績から、一九百六年には。 体育功労者として、文部大臣表彰と生存者では異例ながら、君四等随法省随法省を授与され、身に余る光栄と、感激と述べていた。宮武は柔道への厳しい姿勢とは裏腹に、趣味では、演芸や茶道にたしなむ一面もあった。またプライベートでは、夫人、久子との間に6人の息子を設けて、いわゆる武道一家であった。長男の照義は、 柔道二段で、旧正高松中学校、香川県師範学校を卒業後に、男子村の小学校で教鞭を取ったが、わずか四ヶ月で病死。次男、周一は、香川県警察に奉職し、同六段の腕前。三男、安雄は、高松商業学校を経て、安高。再会場保険の社長、会長を歴任するなど、政財界で活躍し、後には。 行動官表議員や全日本柔道連盟理事にも就任した四つを範雄は武道専門学校に進んで主席で卒業武道家としての将来を職望されたがビルマ戦線で戦死五逸雄広氏は大阪造兵局に勤めながら剣道修行に邁進し六雄健二は戦時中に少年航空兵として従軍戦後は 警察官となって、柔道は五段くらいであった。宮武は、一九百六十六年八巻の佐野抜柔道師の談話の中で、香川県武道館の落成の喜び。と同時に、現代、柔道に関する所見を述べており、その内容は、大逆以下の通りである。柔道に限らず、すべての武道は、礼に始まり、礼に、終わらなければならないが、今の柔道は、いわゆる、スポーツ化をしてしまっていて、乱れている。 柔道場は道の場すなわち精神修養の場であり昔の道場は無駄口一つ聞こえず聞こえるものは劣迫の気合だけでそこには真剣味が満ち溢れていた宮武自身も全国の道場を武者修行で回った際には道場に一歩足を踏み入れただけでその道場の強弱が空気で察知できたというそして道場に入る際には 他に誰もいなくても必ず正座し一礼してから、入ったものだ、と続けている。またアントン・ヘイ・シンクが1965年代4回世界選手権大会にて、重量級で優勝した直後に引退を表明し、無差別級への出場を取りやめたことについて、試合が決まっていて癒しくも危険したり引退するということは考えられないと批判すると同時に、 その平神区に負けを取るということは、やはり、日本柔道のどこかに欠点がある、とも指摘していた。日本人の体が小さいから、巨漢の平神区にはかなわないというのは、私には、がてんがいかない、体が小さいなら小さいなりに、体の大きな相手を倒す術が自らあるはずであると、憂いていた。また、一時軽視されがちにあった寝技については、やはり柔道は立ち技。 寝技を両立させるべきとも語っているありがとうございます